217%の成長で2分の1に暴落。追伸です。こんばんは。ふくりでふえるです。今回のテーマはウェルスナビ。株価は今後どうなる最後の追伸まで聞いていただけましたらとっても嬉しいです。ではまず、ウェルスナビとはどのような会社なのでしょうか。ウェルスナビは資産運用ソフトの会社です。顧客は個人。 従来の大手証券会社さんの顧客が60代以降の引退世代が中心なのに対し、ウェルスナビの顧客は20代から50代の現役世代が9割。利用者数は約32万人です。利用者数が増加し、1人当たりの積立金額も増加しており、福利でウェルスナビの顧客からの預かり資産は増加中です。結果、ウェルスナビの顧客からの預かり資産は約6300億円を突破。 ウェルスナビの収益は預かり資産の1%なので、収益は4年でなんと22倍になっています。年間算すると217%の成長です。福利はやっぱりすごい。ところがウェルスナビの株価は3ヶ月半で2分の1に暴落。なぜ今度はオミクロン株。アメリカの金利が上がる内閣が株主優遇を見直す 今後の日本経済はどうなるのということで株価下落の理由は投資家がリスク回避で売っているからと考えますちなみに新興企業が集まっている日本のマザーズ市場全体が同じ期間に2分の1に暴落静岡への暴風雨に対してウェルスナビ1企業はどうすることもできなかったと思っていますただ株価が2分の1にまで下落したらさすがにそこね もしかしてウェルスナビは買い時なのでしょうか増える個人的には買い時と考えます。なぜならウェルスナビの事業は貯蓄から投資へという時代の追い風を受けているからです。市場への暴風雨が収まり、晴天の日差しが現れたら、高成長企業が再び評価されると思っています。なのでウェルスナビ今後の株価は上がると予想します。あなた様はどう思いますか コメント欄にあなた様の考えを A. 下がるまたは B. 上がるもしくは C. 横ばい教えてください今日も増えるなりに一生懸命頑張りましたなので高評価をしていただけましたらとっても嬉しいですあと今年中のチャンネル登録者10万人応援のチャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いしますあなた様のとても貴重な時間にて動画を最後までご視聴くださり感謝いたします いつも本当にありがとうございます。追伸です。ベルスナビの今後の株価上昇予想、現在の1400円から2000円での揉み合い後、本格的な上昇傾向になって、最高値4740円に向かって上昇していくという1年以上の長期で予想しています。以上です。幸運を